パラシュとは、片手、または両手で使用できる斧を意味するサンスクリット語である。スパイクがついた両刃または片刃の構造をしている。長さは、通常3から5フィートほどのものが多いが、7フィートもの長さのものもある。通常、パラシュは鉄やウーツ項で作られており、刃先は柄に取り付けられている刃よりも幅が広くなっている。柄は、 握りを良くするために変わるので結ばれていることが多い。インド神話のマハーバーラタジョジシ、ラーマーヤナジョジシ、アグニプラーナなどに登場する聖戦パラシュラーマの由来は、斧を持つラーマの意である。彼の持つパラシュは、元は、破壊神、シバの所有物であったが、シバは弟子であるパラシュラーマの武勇を称え彼に、パラシュを与えた。パラシュは、カタチョーナであり、形も絵画によっては、 持ち手が細く長いものであったり、また持ち手の小さい重厚な斧であったりもする。パラシュラーマは、父の所有物であった所有者の願いを叶える王子、カーマデーヌを盗んだ千本の腕を持つ魔王、カールタビールやア,アルジュナを、彼の首とすべての腕をこの斧で切り刻むことで、退治している。また、ジョジ市内では、パラシュラーマが島を作り出す際に、パラシュを海に投げ捨てたため、 それ以降パラシュラーマはパラシュを所持していない。ありがとうございます。